進路の話になるんだけど、うん、まあ、藤波自体は進路、うん、まあ今札開けては大阪桐蔭に入って2人ともね、2人とも入ってってないけど、じゃあまあほんまにバッテリーがそのまま来たってことだもんね、大阪桐蔭、うん、そうだから、その前、まあ、結果としては、ね、結果としてはね、うん、だから最初は藤波は PL 学院行く、うん、大阪桐蔭行く、まあそれこそいろんなとこからもらって、話をもらってたんやけど、まあスケール大きいからね、そう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 、2つ行くとなって、まあどちらかにしたんや、 PL が大阪桐蔭、そう、もう最終2つに絞ったと。で、僕も大阪桐蔭と履正社っていうのに迷ってて、なんか履正っぽいけどな、履正っぽいな、履正っぽいな、履正は桐蔭で過ごしてきたとい う, そう、いやでも入ってからは絶対桐蔭やったわ、うん、ミスターやな、うん、ミスター桐蔭、やっぱブランド力かな、今はすごいから、多分履正いっとったらほんまに履正になってたと思う、履正、もう顔も変わってたもん、履正顔ってそう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 、履正社顔みたいな、そうや、桐蔭顔とかどっちでもいけたと思うけどな、うん、そう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 、それで藤浪は PL 選ばず桐蔭選んで、それはなんかこうやっぱさ、お互い大阪桐蔭っていう選択肢があったやん、うん、一緒のチームで、うん、絶対喋りようだと思うね、うんうん、お前行くんとかさ、うん、あったあった、俺と一緒に行って甲子園でバッテリー組もうぜみたいな熱い話はなかったんですか、うん、逆にね、それがなかったしろよ、逆にそれが、それは俺は俺の道で行く、藤浪は藤浪の道で行こうってなったんやね、あ、進路に関して、そう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 、で、うん、藤浪はやっぱり桐蔭の行った時にレベルが高かってすごい高校やなっていうので選んだ、なるほど、最初藤浪が桐蔭選んで、あ、そうなので、僕も悩んでた時に、うん、で、当時のその教えてもらってたコーチが、うんうん、まあ、大和と、はいはいはい、お前なって、藤波が高校行ったら絶対プロ行くと、間違いない、ね、間違いなくプロ行く、間違いない、プロ行くプラス間違いなく同じ大阪の高校で違うとこ行ったらお前は甲子園出られへんぞって言われたよね、あ、甲子園、俺らからしたらな、中学校って甲子園が夢やったから、そうやな、そう、うん、藤波と絶対同じ高校行ける他県行くんやったらええけど、うんうんうん、同じ大阪やったら絶対に桐蔭やったら桐蔭行け、うん、だから多分藤波が PL 行ったら俺も PL 行ってたもん、あ、そういうこと、大阪で考えてたから、だからそのお互いまあ別々で行こうという話をしたけど、はそうやけど、まあその恩師の方に助言してもらって、う、うん、まあ、それにこう心打たれたというか、そうそうそう、じゃあそうしようと、そうなったわけだ、そうしようとなって、お互いじゃあ、おお、すごいなそれ、ここに行こうかっていうので、そういう感じで桐蔭来てたから、俺のそのさっき最初に話したそう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 、あんま仲良くなかったで最初っていうのが出たんやね、うんうん、まあ仲良く、仲いいけど個人個人で動くみたいな感じやったから、うん、べったりな印象なかった、ね、うんうん、喧嘩してるとかないけど、うん、お互い個性っていうかね、これも一個話があって、まあ僕はキャッチャーで入って、うん、藤浪はピッチャーで入って、そうやね、そう、うん、それやけどなんでか分かれへんけど、うん、俺もこうスイッチ入ったら頑張るタイプで、うん、朝を練習しようと、はいはい、みんなの勝つには朝しないといけない、大阪桐蔭時代、大阪の時代、はいはい、入ってすぐぐらいね、うんうん、で何できるかなと思ったらティーバッティングできるやん、できるできる、触れるやんと思って、うん、なぜか分からんけど俺ピッチャーの藤浪に毎朝6時に起こして毎朝ピーさして安い打ていいよって言って、あいつ一番最初こはな、なんで俺なみたいなとこあったと思う、だから高一時代の話ね、高一時代の話、桐蔭の高一時代、藤浪に T 掘らしたんや、 T 掘らして最初は最初ほ俺らが掘って打って、じゃあ交代しようか言って、なピッチャー専門で行くのにやれ、うん、桐蔭入って頑張ろうかい時に朝早起こされて T しようやって相方に途中でやめたんやけどな、もうなんかなんか違うなぁ思って、まあ、藤浪掘らすのやめて、やめてこうと思って途中でやめたんやけど、まあ、その話で言うとやっぱ1年で一番入ってきた時真面目やったのが大和やったから、うん、真面目やった、真面目やったというか、まあ、その印象的やった、うんうん、だから俺がコーチっていう立場にしたら大和が一番目立ってた、で一番サボってたのはこいつ、一番サボってたからな、一番サボってた、自信ある、うん、チーム一サボり、もう多分その真面目な大和からしたら俺なんかほんまにどっちかさ、うん、鬱陶しい存在だと思う、お前ちゃんとせいやんじゃないけど、なんか俺のせいでやり直しとかあるわけやん、
そんなんとかは、うん、なんか俺ヤマトの顔色気にしてたもん。やってもだそれはない、真面目なヤマトに全然してない全然してない終わったら熱い、いや多少はあったよ。でもやっぱりそのすごいそれぐらいの熱を感じたよ、同級生としてな。そうやな、うん、熱はあったな最初はね、やっぱね。でもその朝のティーって多分1年生になってまあうん、行ったろって思う野心があるからやってたことやと思うんだけど、その間僕寝てたからあの藤波に掘らしてたの知らんやろ、今知った今知ったやろ全く知らんかった。今となっては意味ないよな全くないつも。いやでも意味ないかもしれへんけど、その時のやっぱりコミュニケーションは重要だと思うで、うん、まあそうやね、練習きついなとか言いながらさ、まあ俺は眠たいなと思いながらやってないからやめた理由が眠たいからそこ一緒なんやけど結局はなるほど。まあある程度ね、なりそめは言ってくれたんで、はい、高校の慎太郎、もう一人の慎太郎の成長度合い、うんうん、やっぱその、うん、一番ね、バッテリーとして、うんうん、いや多分受けたこともあるやんな、高校時代。全然ある、あれあれ、うん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 、やっぱこう、具体的に何が変わって何がすごかった、まあ精神面でもいいし、技術面でもいいし、うん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 、やっぱまっすぐのスピードがもう早なった、単純に。まあ、トータルで多分だから中学校から言うと10キロは伸びてるもんな。10キロ伸びてる、うん、で重さっていうのもやっぱりあって、うん、中学校の時の藤波の重さと、うん、高校の時の重さが全然違う。ちょっとホップしてたっていう部分もあったし、それこそ球のスピン量、はいはい、キレっていうのが全然違った、全然違ったな、まあ、それこそなんでか分からへんけど藤波って高3にかけてすごい成長があるんだね。中学校の時も、そうか、中3、中3の時すごくてカーンって開花して、なんか高校の時もすごかったけど、うん、最終夏っていう、な春夏の時のその3年生って、春なんかもう全然未完成やったよな。未完成やったな、うん、怖かったもん。怖かった、もういつこけるか分からへん。沢田行け沢田行け沢ちゃん行けで夏もな、ほんまに甲子園で完成したんじゃないかってぐらい、うん、甲子園の試合中に完成したのよ、うんうん、明徳戦ぐらいでな。そうやな、準決、うん、天理、うん、そうやな。なんかそれまではほんまにちょっとこう未完成じゃない、うん、ないかぐらいのレベルやったからね、うん、藤波が無双しだしたのが最後やからな。もうほんま最後、あ、もういけるわみたいなのがもう最後の最後やって、まあ多分見てくださってる方はもうずっとエグいと思ってるから、うんうん、まあ多分ね今回みたいなストーリーを聞けてよかったんじゃないかなとは思うんやけど、うん、まあじゃあ高校入って一番変わったのはやっぱ伸びとか、うん、まあもともと努力する人間やから、あー確かに絶対努力する。あとケア怠らんかったよな。ケアはすごかったな。すごかった、うん、ケアはすごいな。ずっと肘冷やしてたよ、うん、ちょっとしか持ってんねんのになんかあった肘冷やしてたからな。夏とか大変やったよな氷俺らの氷はいはいはい、はい、精神面で中学時代から高校時代に彼がね、うんうん、精神面で成長したという部分は俺らは多分知らんと思うね、うんうん、いやまあ簡単に言い方悪く言うとガキやった藤波、うん、中学校時代みんなガキやん、うん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 、知識もないしな、うん、でまあ高校入って、うん、俺らは高校からの藤波しか知らんから、うん、第一印象で一番出てくるのは真面目と、うん、でまあその次には出てくるのはまあ部屋あんまり綺麗じゃないとまあ俺はそういう印象なんやけど、うんうんうん、そう中学校から見てる、うん、相方としてはどうやったんかなっていう。全く変わらんよね。あ、そう一緒、うん、部屋は正直、うん、全く知らんねやけど全然知らんねやけど、まあ実家の部屋、実家の部屋なんか全然知らんかな、全然知らんねやけど、うん、はいはい、真面目はほんまに変わってへんな。あ、今真面目なんや、うん、野球に対して、野球に対してはずっと真面目やったな、うんうん、コントロールがもともとね、うん、よくなかったけど、うん、小さな変化みたいなっていうのはちょっと分かるっていうか、あ、一緒にやってて、そういうこと、そう、中学校がずっとやってるから、甲子園だったり、うんうんうん、何かこうちょっと違うなって思った時に、うん、意外とポロってアドバイスしたらちょっと良くなったりとか、あ、はいはいはい、なんか感覚なんやけど、俺らはずっと見てるから、そうやな、ずっと見てるもんな、うん、中学校から、うん、だから余計に中学校高校は
相手の研究もな、スコアライからしとったけど、うん、藤浪の研究も特にしたな。あ、まあなんか今日の試合はちょっと開きが早かったんじゃないかとか、そう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 、そういう感じの、ね、この1球のこの球めっちゃ良かったよとか、うん、まあそれは同じこと考えてたから一緒やったんやけど、まあただ真面目やからもう甲子園のみんなでこう練習したとか、うん、その後にビデオ見るよね、甲子園の見る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 、あの相手のいますね、見たりとか自分らの試合見たりとか、はいはい、でその後に藤浪は絶対残るんよ。あ、最後の最後まで。そう、最後の最後まで。で、僕も残って、うん、で、藤浪の投球を自分らで見て。藤浪の投球を見んの？そう。相手バッターじゃなくて。相手バッターじゃなくて。あ、すごいな。うん。だからそこで、知らんもん、そんなん俺。知らんやろ。だから俺らだけちょっと残って、ちょっと見よか、言うて、うん。だからまあ、甲子園で投げたその試合の、うん。うんうん、ビデオを見て、この時のこの球は良かったけど、そうそうそう、この抜け球は、とかいう話やな。そうそう、それがどうなってたとか、体開いてたとか、ね。例えば、ちょっとクロスなってたとか、細かいとこを、まあ、僕はずっと見てて、うん、思ったことだけパンって言うんやけど、藤浪藤浪は自分で思ってること言うんやけど、まあ、その時やったことね。そうそうそう、大体でも意見は合ってて、それがもう、俺らもずっとこう一緒に見えたからこそ、うん。うん、甲子園中にそれしてたの？してた。すげえ。知らんかった。いや、なんか、よしきはな。全然知らんかった。よしきはほんま、ミーティング終わって一番の最初にエレベーター乗る人間やったから。一番最初に。一番初めて。で、もう部屋で寝るか、ネット甲子園見るか。ネット甲子園な。風呂入るか。してたけどな。そんなとこまで突き詰めてたんや。うん、だからそれまあだから、もう甲子園夏の、ほんまに決勝前日もそれだから、もうルーティーンみたいな感じやろ。決勝前日は、泣きそうになった。なんで？いや、その甲子園ルーティンやってて、ルーティンかなって、で、俺らってこう、もうやめられへんやめ、そうそう、やめられへんって最後までやって、で、夏の決勝の前日、ミーティング終わって、はい、じゃあみんなでこう、な、バッティングのスイングしたりとか、いろいろ会議、ミーティングして帰ります、残ります。で、ポロッと俺かな、藤浪忘れたけど、うん、俺らで試合するのも最後やな、っていう話があって、俺ほんま泣きそうになったからな。いや、ちょっと泣いたかもしれへん、俺は。藤浪は泣いてへんかったけど。まあ、どっちが我慢発言して。そうそうそう、そう、もう6年。あ、そう。学生時代の6年で、すごい。え、それはもう2人きりでやっとった。2人きりやった。その空間はぜひ取り上げてほしい。だから、ネット甲子園に。ネット甲子園な。うん。そんなん多分知らんと思うから。知らんと思う。てか僕もな、その、もの言わんかったからな。うんうんうん。そんな、そういう一緒やったというのは、まあ、最後はだから中学校から一緒にやってきた2人が甲子園のその宿舎のそう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 、ビデオビデオ室でこうなあ、もう明日で最後かっていう、そう話をして、俺だけ泣いて、俺だけ泣いてと、ちなみに泣かずドライやな、ドライやな。まあそんな感じでね、ですだから藤浪も最後はもう完成しとったからな、さっきも言ったように、うん、でよかったからな、うん、まあじゃあこう中学校から一緒にやってきて、うん、もうほんまに恩師の言った通りになったというかね、そう、うん、それは今でも思う、もう藤浪のとこ行った間違いないぞとこう、うん、言った通りになった、言った通りになった、ええー、物語やね、これカットや、これカットのカット、俺和歌山まで来てるYouTube 撮ろうぜってなって。カット。ここはカット。良すぎる。良すぎた。うん。良すぎたね。ほんまに、その、ね、まあだから、同部屋でもあったし、うん、一緒の空間におって、それだけ知らん二人の空間があったっていうのは、うん、俺がしらやっぱすごいかな。斬新やな。多分知らんとこやったからな、うん。すごいすごい。多分、俺以外の人も知らんと思うで。うん。ほんまに。だから、俺自身もすごいいい経験ができたっていうかな。なるほど、なるほど。なかなかそういうな、機会っていうのが味わえるんですよ。わかりました。もう何も言うことないです。すごい。かっこいい、二人とも。藤浪のおかげで、これが知らんピッチャーだとどないする普通の話やからな。でも彼が、今でもプロ野球の世界で何を言われようとも頑張ってますから。うん。僕らはね、もう応援するしかない。応援するしかない、ほんまに。うん、何を言われるかもな。何言われても俺ら応援味方や。俺らも言われるよ。藤浪、いや、お前ちゃんと言っとけよとか言われるから。言われるよ。お前何を言っとんねんと。ふざけんなと。お前の藤浪何知ってんねん。あ、そう思いながら。思うわけですよ。はいはい、そう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 。でも彼はね、もう全力でやってますから。うん。うん、それを応援しましょう。チャンネル登録、グッドボタン、
よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。